皆さんこんにちは、ガーラーゲッセッサの吉田由美です。吉田美チャンネルの時間です。バイバイ。今回ご紹介するのはこちらの車です。今日は私マセラティの試乗会に来てるんですけれども、マセラティのハイブリッドモデルです。そして今回私が試乗するのは初めて、SUV にハイブリッドが導入されたということで、レバンテのハイブリッドに試乗したいと思います。でもなんかすごい素敵な車もあります。ということで、じゃあ見ていきたいと思います。あ、これですよね。今回というかマセラティらしいこのグレーのボディカラーなんですけれども、レバンテというとマセラティ初の SUV なんですけれども、ハイブリッドモデルということで、いろんなところにブルーのアクセントがあしらわれています。あれ、どこにあるんでしたっけ、あの横のここのダクトの、はい、ところと、はい、後ろのトライデント、ここにブルーが、でもちょっとここだとちょっと分かりづらいですね。もうちょっと明るいところで見た方が分かりやすいかなと。お、キャリパー、本当だ。でも落ち着いた感じで、落ち着いた感じでもないけど、そしてよく見るとこのグレーがちょっと違う、明るいグレーでちょっと暗いグレー、グレーでもいろんなバリエーションがあるってことですね。そうなんです、ここの下にバッテリーが、しかもこれちゃんと赤の、こちらがハイブリッドのバッテリー、リチウムイオン 48V と、こちらが車両側のバッテリーになります、はい、バッテリーセットがここにあるわけですね。なんか意外とちっちゃいそうですね、マイルドハイブリッドですので、通常のハイブリッド車両に比べるとこういうコンパクトなバッテリーになります、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。でこちらにはパンク修理キットですね。で、あ、ちゃんとこのあれでしょう、車検証入れとかもおしゃれです。トライデントマークが、はい、ありがとうございます。こちらがレバンテの車内です。暗いところで見ると余計かっこいい。うわ、オン、スイッチはですね、実は、あ、違う右下の、右下の、あ、普通だった、はい、エンジンがかかっちゃってる。マイルドハイブリッドなので、その常にモーターエンジンは、一緒に動いてるような形になります。はい、スタートの時にアシストしてないんですね。そうですね、はい、でこのままドライブで OK ですね。でモードは今ノーマルモードなんですが、はい、まあ、後ほどスポーツモードだったり、足を固くするこちらのナンバーのボタンを押していただくと、ね、はい、スポーツで走ったりすることができますので、はい、はい、じゃあ行きます。はい、お願いします。天気が良くなってきた。そうですね。このマセラティレバンテ GT の見どころというか、まあ、今回は、はい、はい、では今回からね、エンジンが4気筒の2リッターのマイルドハイブリッドということなので、まあ、そのハイブリッドと聞きますと、やはりどうしてもこういうプリウスをイメージされると思うんですけれども、マイルドハイブリッドは基本的にはもうエンジンはずっと動いていて、でそこにこうモーターがエンジンの出力を補助してくれる、はい、だったり、まあ、燃費を向上してくれる、まあ、そんな、仕組みになってます。でぜひ注目していただきたいのが、こうアクセルをクリップからこう乗せていくときに非常にですね、このモーターの加速、すごくスムーズだと思うんですよ、うん、で、まあ、エンジンもターボなんですけど、全くそのターボラグがない、うん、今回 E ブースターっていうのがついてますので、はい、まあ、仕組みとしてはこうスーパーチャージャーみたいな、うん、要はエンジンに空気を吸い込む、そしてまあタービンを回していく、うん、でこのモーターの、まあ、この力強い加速力に加えて、まあ、エンジンの、まあ、サウンドというのを常にやっぱりマセラティですので、エンジンサウンドを楽しんでいただきながらスポーティーなドライブを楽しんでいただける、
はい、ということになってます。はい、なんかステアリングも、はい、意外となんか径が大きいですね。そうですね、まあ、今回もレザーでなってますし、うん、やはりこうスポーツカーブランドですので、うん、そういったところもやっぱりステアリングを握りごたえがあることによって、まあ、車のインフォメーションっていうのがすごくこう伝わりやすいですし、重厚感が感じられると思いますね。なんかこのステアリング自体は細いわけではないけど、自分が握るところが細くなっててすごい掴みやすい。そうですよね。これまでまっすぐ。はい、これはまっすぐ行きましょう。はい。そう、ちょうどこの収まりがいいです。親指の。いいですよね。最近 BMW とかもすごいどんどんステアリングが太くなってて、はい、センサーが入っちゃってるから、はい、そうするとおそらく女性とかには、あと手の小さめの人にとっては握りにくいと思うんですよね、はい、でも実際どうですか。あ、私は割と細めのステアリングの方が好きなんです、はい、あ、そうなんですね。ただ人によっては太いステアリングが好きっていう人もいるので、はい、そこはちょっと好みかなと思いますけど、ぜひ後ほどパドルシフトの方も使っていただいて、うん、はい、実はマサラティパドルシフトはこちら、はい、オプションになりまして、はい、で今まあ、街中でねこうすごくこう静粛性のある、まあこうまあ、エンジンになってるんですが、後ほどスポーツモードに切り替えていただいてパドルシフトで 4,5,000 回転まで引っ張っていただくと、まあ、かなりエキゾーストのサウンドがこうマセラティらしいサウンドになりますので、はい、ぜひ試していただきたいと思います。はい、ぜひ。すごい、でも全てがなんか美しい。そうですね、ですね。その時計とかも、ああ、はい、そうですよね。これ皆さんにお見せできないのが残念。あ、後で、ね、後でぜひ、後でぜひ、私は撮りますので。ありがとうございます、はい、でもどんどん電動化してきますよね。そうですね、今回この、まあ、レバンテ、うん、そしてギブリの GT、うん、マイルドハイブリッドを機にマセラティは初めてこのハイブリッド車両というのを作りまして、うん、で実はマセラティはですね、まあ、来年からフォーミュラ E にも、うん、まあ、レース活動参戦されるということなので。そうですよね、はい、なのでこのスポーツカーブランド、まあ、プレミアブランドだからこそ今回かなりですね力を入れて今後のデッキ、電動化を開発していくという、はい、流れになってます、はい、でもやっぱり運転する人の楽しみは奪ってはいけないっていうところのバランスが。そうですね、やはりイタリアメーカーの、ね、まあ、醍醐味ですよね、はい、とにかくドライバーズカーであり、で、まあ、テクノロジーもすごく実はイタリア車でもかなりレベルの高いテクノロジーが組み込まれてますので、うん、燃費も良くなっている一方で必ずそのドライバーの向上心を常に引き上げてくれるサウンドだったり、うん、車のパフォーマンスというのも同時に高めています。やっぱりイタリアらしさってそこに美しさが加わるところだと思うんですけど、はい、やっぱデザインの良さというか、なんかこう見て、そうですね、感性に訴えかけてくるっていうか、はい、なんかそういうところは感じますよね。そうですね、まあ、やはりフォルムだったり、で今回の、まあ、ロゴね、マサラティの、まあ、ロゴトライデント非常に大きくなって、はい、かなりロゴ強調していますので、最近どこのメーカーもどんどん大きくなってますよ ね、はい、そうですね、もうこれでもかって、まあ、逆に、はい、その空力とかいろいろ考えると、はい、フォルムとかデザインの個性っていうのがもしかしたら出しづらいくなってくるところもあるじゃないですか、はい、やっぱり似たところが出てきてしまって、はい、そこに強調するのがやっぱりそのメーカーならでは、ブランドならではのものってなると、そこが一番分かりやすいですもんね、はい、そうなんですよ。でこのロゴに加えてさらにグリル周りもかなりこうアグレッシブな、いやでも気持ちいいですね、ドライブ日和。ね、うん、で今は普通のノーマルモードで、はい、そうなってますね、はい、でこれもう少ししたらこれモードを変えてスポーツモードにしたいと思います。あ、スポーツモードにするとここも一瞬ちょっと変わりました。見ます、ほらこんな感じで今グリーンが出てますけど、意外とでも音が静か、もっとこう無音ってくるのかと思ったけど、
今ちょうどだいたい3000回転ぐらい、3500ぐらいだと思うんですけど、で、あの回転リミットが6500なので、だいたいやっぱり4500以降からかなり、うん、あのダイナミックなサウンドに切り替わりますので、そこを味わいたい方はぜひこのパドルシフトでシフトダウンをしていただいて、はい、あ、はい、あえてそういう状況を作ると、はい、でレバーもですね、このマニュアルにして、はい、一旦じゃあ左方面ですね。はい、でここから加速していただくと。さすがに結構混んでますしね。ね、もうスタートからダッシュするぐらいのところじゃないとなかなかこのマセラティのスポーツモードの楽しさっていうのは味わえないかもしれないですね。あとはオフロードモード、はい、IC モード、はい、それから、まあ、スポーツモード、あとサスペンションが変えられるっていう。そうですね。これノーマルモードは特に、はい、まあ、エンジンをかけた時にデフォルトになってます。で、今はスポーツモードもう一回押すと普通に、ノーマルに戻ります、はい。はい。ノーマルモード戻りました。はい、そっか、エコモードっていうのは。はい、あのこのアイスがまさしくそのインクリースコントロールエフィシェンシーと言いまして、まあ、燃費と走りを、まあ、効率よく、走ってくれるモードになってます。スロットルのこのピックアップ、うん、レスポンスが高まりますね。ね、全然変わりますね。はい、ギアもこうかなり積極的にシフトダウンしてくれるような感じになってるんですけど、はい、あと同時に車高が変わるんですか、これ。そうですね、車高も少しですね、まあ、こう低くなるような、で硬くなる、うん、足回りも若干硬くなります。今ここに車高が変わりましたって出てます、はい、そうですね、うん、常に軽減しているような感じになってまして、どちらかというとそのコーナーに入っていくときに車 の、 要は横倒れロールとかをまあ制限してくれる、そしてまあなんといってもやっぱりスロットルやのレスポンスの良さが高まりますね。スポーツモードっていうともっとこうゴリゴリする感じかと思ったけど、意外とコンフォートモードに、コンフォートな方向にち悪くないですもんね。そうです。でも見てください、このシンプルながら今時の液晶じゃないっていうところも逆にちょっと好感が。そうですね。で、さっき言ってたこれが時計で至るところにこのトライデントマークがあります。あ、ここが車高が。はい、変えられるわけですね、はい、ダンパー変えるのはここで、車高はここ、はい、アプリとか入ってる、ちゃんと日本語対応だ。そして車両、あ、サラウンドカメラ、うん、ちょっと今だとちょっとリアルですけどね、日本語バリバリな重いと思うんですけど、はい、あんまりこう出だしの、まあ、車が動き出す瞬間に重さを感じる時があるんですけど、あんまりそれ感じないんですよね、はい、そうですね。例えばですけど、まあ、普通の NA とかまたは普通のターボ車だとやはりその重量っていうのは感じやすいと思うんですね、うん、はい、
でも今回はそのマイルドハイブリッド、一、うん、回一回こうアクセルを乗せて加速するときにエンジンと同時にモーター加速もついてくるので、まあ実際にレバンテの方がギブリよりも200キロぐらい重いですけど、うん、他200キロ違う、まあ、乗り比べてもそんなに違いがわからないぐらい、うん、やっぱり下があるので、うん、そしてレスポンスのがものすごくいいので、うん、実は重さは全く感じないんですよね、はい、うん、まあ、SUV とそのやっぱセダンの一番の違いは、うん、やはりコーナーに入ってった時の、まあ、そのハンドリングの違いとかで初めて、うん、まあ、どちらかというと SUV の方がこうロール量が多い、セダンの方がよりこう路面にこうピタッと走る、うん、まあ、そこもでもやはり最終的には好みになりますので、ね、はい、そして今アイドリングストップが作動しているところなんですけど、はい、静か、そうです、ね、もう会話めっちゃしやすいですもんね。そうですね、非常にこうキャビンノイズ、アクセル踏んでいます、はい、行きましょう。あ、スポーツモードにすればに乗せてもらってもいいですか。はい、なので鉱石も体験してみることにしました。鉱石 2.5 個ぐらい座上空間があります。おいくつはなるんですね。なかなかこんないい音が出るようです。素敵な、そして横を見るとだから思いっきりその頑張って加速しなくてもちょっとした加速のところで今みたいないい音が出せるように聞こえるわけですね。そうですね、うん、本当に積極、まあ、パドルシフトオプションなんですけど、もうぜひ積極的に使って、はい、使っていただきたいと思いますし、はい、ギアシフトアップダウンがすごくメリハリよくこうサウンドがこう切れるように、うん、ちょっとしたこの爆発音みたいなっていうのも演出で出してるので、うん、やっぱりこうエンジンも回したくなるようなそんな実はハイブリッドモデルになってますねえ。なんか本当こうもしかしたら自動車界のオペラなのかもしれないです。そうですね、オペラとかね、エキゾストノートですね、はい、本当ですね。なんかでも意外とシートは小ぶりだなっていう感じ、うん、座面が。そして後ろはだけどヘッドレストがしっかりしてる、はい、そして真ん中はカップホルダーが2個こんな感じであります。そして後ろのトランクからここ開いたりするので、そうすると長いものが置けたりします。レバンテです。吉田由美チャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。また見てね。バイバーイ。